石銭には、江戸時代に、港に移留する船の積み荷の国高に応じて、徴収した金である。石船という故障は、堺市氏によれば、船舶及び諸問屋の貨物取扱いの石数に、応じて入港料を徴収し、これを港湾春節費に充てたためと記されている。堺では、遠方8年から、水野元重が、堺奉行であった時に始められた。 積みに百国につき六十銭、海戦は百国につき都市に銀十門目ずつ課せられ、これらは港の春節費や石,嶺石垣の入用などに充てられた。聖徳元年四月から海戦一国につき三銭、諸豚や売れ高一国につき三銭となった。恵比寿島に石銭勘定場が設けられ、教法八年の長州港は銀十四巻八百0門目だった。 大阪では法永4年3月に味川口、木津川口の春節のために、石銭を貸している。当初は、大阪海戦や電防海戦からの徴収だったが、法暦5年12月からは、武家の船を含めたすべての船から、船石一国につき参船を徴収するようになった。また、船の出入りを監視するために、石船番所が設けられた。大阪での石銭は、 法暦9年5月末に廃止となった。江戸では、総州三崎城ヶ島と、志州飛ばすが島の航路標識となるかがり火を立てる費用のため、京方7年5月より、裏側にいる港する船から、石銭徴収を始めた。徴収額は、船石10国につき3分であった。遠国船は上下分10国につき1006分、金国船は、 天国戦三回分の税に十八分を年一度、納めた。長崎では、明和三年三月に、長崎奉行の石賀や備え前、守る清正により始められた。この時期、長崎港では、大川や、その他の小川の川口から流出した土砂が堆積し、船の航行の妨げとなっていた。石銭の徴収は、土砂さらいのための資金とすることが目的であった。金額は、 船一国につき三船、長崎付近からの小船、茶船などの場合には、一歩につけ五国と勘定をして徴収すると決められた。また、荷物を積んでいない船については、高校で検査を受けるが、石銭は免除。大阪や堺の海船で、等、オランダ荷物を扱っている商人の下手船については、荷主から石銭を徴収。受けの船や、 五条前や長崎への開米であっても石銭を徴収と決められた。徴収方法は、港に船が入港する際に船を調べ、石銭を徴収した上で番所から切手を与える。そして、長崎港から出船するときに、その切手を番所に戻す。その時に切手を所持していない場合は、改めて石銭を取ると規定された。長崎の高校付近にある木鉢裏に、 一支線番書が建てられ、先導二人、道見習い二人、円見番四人がそこに勤めた。先導、または見習い一人と円見番一人の計二人が、一中やそこに詰めた。他に使者四人、小遣い二人もいて、各一人が一中や勤務することとされた。長崎での石銭徴収は、完成三年正月に廃止されるまで、約二十五年間続けられた。その後、番書を、 船改め見張り書と解消して、徴収を再開。明治元年4月まで続けられた。伏見港でも、川春日として、船一国につき一分半を徴収していたが、安永元年8月に二分半に増額された。ABCD、長崎武行の研究、鈴木安子著史文学出版。ABCDFGHIJK、国史大辞典五巻吉川博文館。 一戦。ABCDE、長崎県大百科事典長崎新聞社、一線版書。AB、長崎奉行の研究、鈴木康子著子文学出版。前年の名は2年12月には徴収の命令が幕府より出されていた。ABC、長崎奉行の研究、鈴木康子著子文学出版。長崎奉行の研究、鈴木康子著子文学出版。 ありがとうございます。